はい、皆さんこんにちは、今日は7月の9日木曜日ですね、今午後3時半かな、あ、3時43分になりましたね。まあ一昨日ね、買った株なんですけども、やっぱりね、出かけるとか言って自分の都合で、午前中にね買ったらね、そのまま午後下がりまして、で翌日のね昨日も下がりまして、で今日もね、まあ大体同じぐらいのね価格帯で推移しておりまして、見事にね、塩漬けになりました。まあ、潰れるような会社ではないんですけれども、もうトレードとしてはね、失敗ですね。はい。素直にね、失敗した、ことを認めて、で、金額についてもね、今自分の、出せるね、金額よりもね、はるかに多くね、投資にね、つぎ込んでたんだなっていうことを反省しようと思います。で、今日はね、お昼ご飯なんですけど、セブンイレブンの夏野菜のうまみミネストローネ風グラタンっていうものと、あとね、こちらなんですけど、ヤングコーンですね。これ自宅のね、畑で採れたものです。ちょっと前にトウモロコシをね、2種類植え付けに行ったんですけども、そのうちの1種類で、プリプリホワイトっていう、スイートコーンかな、それの、芽かきしたヤングコーンになります。美味しそうでしょ。まあ、ホワイトコーンなんで、色もね、もともと薄いんですけども、ヤングコーンなんでね、さらに白いというね、ちょっと味見してみます。ああ、これ大げさでも何でもないんですけど、結構旨味が濃いですね。うん。ヤングコーンはね、こういう時期か、まあ、レトルトで1年に何回か買うかなっていうぐらいしか食べないんですけども、やっぱね、レトルトだと変な味がついてるっていうのと、芽かきして食べてもね、やっぱね、ホワイトコーンだからだと思うんですけど、甘みのね、元がね、多分、もうすでに入ってて、それが旨味になってる気がしますね。はい。というわけで、まあね、株はね、大失敗で。まあ、先月始めた頃から、損益ではまだプラスなんですけども、まあ、一回の取引分がチャラになるぐらいのね、塩漬けにはなってるんで、で、あとは資金効率ですね。もう止まってしまってる状態で他のところも回せずっていう、時間的なロスがね、一番痛いかなって思ってます。